Very handsome, but meeting you in person, you know, I thought you had very long legs, but actually when I see you, it's 普通意味はわからないですけど、普通で腹立ってます。テレビで拝見してて、はい、あのいつもかっこいいなと思ってたんですけれど、お会いしたらあの普通。それや。その普通かい。そしてシルバさん、英語は実際どうですか。いや、ベッドの上では結構ペラペラでしたけど。何日常会話がちょっと微妙。ね、知りたい。あかん、知りたいとか言わんでええの。そしてクランさん、なかなかでしたよ、あなたのその日々の生活。LA に3年間留学。LA？ ロサンゼルスに。LA はもう行き来ると LA になるんですよ。LA でええやん。じゃあもう誰かとパッと会ったらイエーイみたいな。あー、なりますね。すごい。何やねん。何がおかしい。めっちゃ受けてる。何、俺のハグをお前なんでバタフライ扱いしてんの。面白い。ギギギギギギギっていうことしたもんね。ぎこちなすぎてな。じゃあ今日も行きましょうかね。ボード、クモン。ちょっと影響されてる。さあ今回はこちらです。島国育ちには理解できないバイリンガルな女の USA すぎる生態。お三方ね、まあ、LA っ子にニューヨーカーですから、はい、この島国日本の大阪。うん、大阪の中でも内陸部の東淀川出身の後藤さんにはもう全く理解のできない次元の違う生活を。なんでさ、なんでお前東淀川そんなにバカにするの。バカにはしてないよ。バカにはしてないけど全く違うってことなんです。お前淀川の増水量なめんなよ。そんなの増水しないもん。後藤さんとほぼ同世代、西田ひかるさんから参りましょう。はい、まずですね、西田さんは生後10ヶ月でお父様の転勤によりまして、ロサンゼルスの方に渡られました。その頃のお写真ですね、こちらです。あら、もうポスターやね。もうね、こんなことあります。